明るい動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。よですね、中華料理あやさんに行ってまいりました。こちらのお店は西新宿駅からすぐのところにあります町中華のお店でございます。コスパ抜群のカレーがいただけるということで本日行ってまいりましたのでご覧ください。その驚愕のお値段、コスパ、ボリューム、どうぞ。こちらが中華あやさんのメニュー表。定食メニューは600円台からとめちゃくちゃ安く、丼物はさらにお安く550円。驚きの価格となっております。もちろん注文したのはこちら。カツカレーを注文。深めの器にどっぷりと注がれたカレー。カツもひたひたに、じゃがいもや人参の姿も見え隠れ。裏を見てみるとライスもなかなかのボリューム感。まさかのありがたいお味噌汁やマカロニサラダ、シューマイも一つ。おしんこにヤクルトまでついて、それではいただきます。まず早速カレーのルーから一口。ピリッと辛めでスパイシーさもあり、本日もうまし。大きめカットの玉ねぎの甘み、ゴロゴロと入ったじゃがいもの食感も嬉しく、ライスと食べてもりもり食べていける、そんなカレーライス。衣にひたひた使っているカレーが嬉しく、口の中でかつカレーがナイスなコンビネーション。お口直しのマカロニサラダやシューマイでちょっと遊びつつ、たくさん具材の入ったカレーライスを食べていくと、もはやボリューム満点、お腹もいっぱい。店内食はもちろん、お弁当も販売しているので、そちらの利用のお客様も多かったです。西新宿でまさかのコスパ、ピリ辛スパイシーなカツカレーがいただける中華料理あやさん。お味噌汁を飲みつつ本日もほっと一息、ヤクルトを最後に飲んで本日も完食、ごちそうさまでした。ありがたすぎます。いや、ちょっと新宿という土地柄だったり、あそこの立地っていうところに考えても、まあ550円っていうのはすごいかなと思います。普通にカツカレーだけでもいいのに、味噌汁ついて、サラダついて、シューマイついて、ヤクルトもつくといったセットになってるので、ちょっとさすがにもうこれで文句は言えないかなっていう感じだと思います。まあもちろんね、味も美味しいですし、カレーもしっかりちょっと辛めと言いますか、スパイシーな部類だと思います。塩気もちょっとあるのでライスも進みますし、具材もジャパニーズ式で結構大きめタイプ、美味しいカツカレーがいただけるといった感じになっておりました。これはね、本当にちょっとグッとくるような一杯だったのでね、もう本当に、お腹も満たして心も満たされる、そんな一杯でございます。ヤクルトが、目印のお店となっておるみたいで、結構ね、昔からヤクルト配ってたみたいです。はい、というわけでカレーとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほら、皆さんまた次回、バイバイ。